マレーシアのセランゴール州プチョン市は人口40万人の学園都市。短科大学が4つ、華僑経営の高校もあって中国系住民が多い静かな町である。クアラルンプールの南郊外、バスで40分ほど。2020年元旦、この町の住宅を根城にコンピューターシステムを悪用して不正賭博などを展開し、荒稼ぎをしていた中国人シンジケートが手入れされ、87名を逮捕した。家宅捜索で6台のデスクトップ、33台のラップトップコンピュータと203台の携帯電話機を押収した。こうした不正な SNS 利用の中国人犯罪シンジケートは、ネットワークを悪用した詐欺集団と言われ、マレーシアに無数存在する。これまでは商業ビルに会社を装ってレンタルで陣取ったスタイルが多かった。警察や入管の監査が厳しくなり、本拠を住宅地に移転するようになった。このパターンはアジア全域に広がる詐欺集団のやり方と似ている。イスラム過激派のテロリスト侵入を防ぐ目的で強化されてきた入管が、テロリストより不法な中国人シンジケートでも効果を上げることとなった。日本はどうか。入管の甘さは、かつてキム・ジョンナム一家の偽造パスポート入国を見抜けず、今度はカルロス・ゴーンが関空からプライベートジェット機による脱出も防げなかった。ゴーンはレバノンに逃げたが、隠れ家があらかじめ用意されていたという。はい、それではレポートしてまいります。まずテーマの方3つ確認してからスタートしてまいります。まずはですね、中国人犯罪者続々と、そして、次いで、入管の甘いマレーシア、そして最後にいつでも逃げれるサインというテーマで、今回の動画をお送りしたいと思います。まずですね、最初に、中国人犯罪者続々ということなんですが、これは、年末にですね、出した2つの動画にかなりも関連している内容かなと思いますので、まずはその2つの方を参照いただければと思いますが、フィリピンのカジノの件、そして、ネパールで122名中国人のネット犯罪逮捕ということで、今、東南アジア、全域も含めですけども、中国人の犯罪者がどんどん逮捕されていっているということですね。それはもうひとえにですね、中国人の犯罪者が、続々増えているということが言えるかなと思います。で、それの、かなり細かい内容、あるいは細かい議論についてはですね、年末に出した2つのこちらの動画を見ていただければかなり、ご理解いただけるかなと思いますので、ぜひ合わせて見ていただきたいかと思います。そして、今回の記事からですが、この町の住宅を根城にコンピューターシステムを悪用して不正賭博などを展開して荒稼ぎをしていた中国人シンジケートが手入れされるということになりました。で、87名逮捕で、家宅捜索で、デスクトップ、パソコン、で電話機、これらを押収しましたということは載っていましたが、これに、ほとんど近いことをですね、いろんな国でやっているということがですね、お分かりいただけるのかなと思います。それが、中国人の犯罪者続々ということです。そして、次のですね、入管の甘いマレーシアということなんですが、先ほどからですね、中国人の犯罪者のお話してまいりましたけども、そういった犯罪者が増えている背景にはですね、やはりマレーシアの入管そのものが甘いというところがですね、大きなポイントになっているのかなと思います。で、これも記事の中身からですけども、こうした不正な SNS 利用の中国人犯罪シンジケートはネットワークを悪用した詐欺集団と言われて、マレーシアに無数に存在するということですね。もう恐ろしい話ですが、やはり入管が甘かったということだったと思います。それが悪影響してですね、もはや詐欺集団のシンジケートが無数にあるんだということをですね、物語っておるということです。で、それに伴ってですね、警察や入管の監査が厳しくなって、本拠を、住宅地に移転するようになったという、そういった記事がありました。で、これはですね、もう完全にですね、犯罪者が、商業地で、怪しいことをやってるんじゃなくてですね、もう普通の住宅地街、そういったところで何食わぬ顔してですね、普通の人の顔をして犯罪者が跋扈しているということを表しているのかなと思います。まあ、犯罪者もバカじゃない人が多いと思いますので、自分たちがバレたらもう命がおしまいですから、もう命がけでですね、自分たちは普通の人になりすまそうとしているということで、もう商業街とか、まあ、そういった目立ったところではなくて、もう普通の住宅街で、しかもパソコン1台でですね、世界中に悪事を働いているということがありますということです。まあ、こうしたですね、まあ犯罪者たちが、マレーシアで、かなり増加していたということで、本当はテロリストを取り締まるために用意していたですね、規制が、まあ、こうした形で中国人のサイバー犯罪に関する、犯罪者を、まあ、こうした形で逮捕しているという状況があると。まあ、その中にはですね、やはりもともとかなり甘かった点が、まあ、一気にですね、悪用されて、で一気に増殖していったんじゃないかなということですね。まあ、それが今回一斉に手入れを受けて逮捕されたということです。まあ、それがまあ入管の甘いマレーシアのまあ招いた、まあ悲惨な犯罪者の状況というところかと思います。そして、最後にですけども、いつでも逃げれるサインというテーマで最後にお話ししておきたいんですが、まずですね、先ほどからマレーシアの入管が甘い、そしてそれによって大量のですね、犯罪者が、まあ、もう住宅街に、居ついてしまったというような状況がマレーシアではありますよと。で、最後に、では日本はどうかという話なんです。これももう前々回、その前のですね、年末に出した2つの動画でももう散々言っていますけど、日本はどうなのという話なんですね。これも記事の最後でもありましたが、まずこちらのチャートを見てください。なぜ中国人がそこまでですね、海外に犯罪者を輸出して回っているのかというところの一番根本なところに、中国の国内のボロボロの、まあ、状況があるということです。もう中国はもう例に見ないほどの格差社会で競争社会、まあ、それにですね、もうあぶれる形にして、まあ、機民犯罪者を外に出そうと。まあ、そういった政策を今中国が躍起になって取っているという中で、日本がですね、労働力が足りないというようなですね、完全に甘い罠に乗せられてですね、まあ、もっと難民を受け入れろと、犯罪者であろうが何であろうが、もっと日本は海外の人たちを優遇しなさいという言葉に乗ってですね、日本は受け入れる体制を、今大きく取っています。そういった形でですね、日本の政策は取られています。でこれはもう法律もできているので、もうそれが加速している一方ということになっていますが、では日本の入管はどうかと、先ほどマレーシアの入管が甘いと指摘、まあ、これは宮崎先生の記事では指摘されていましたが、日本はどうかということなんですが、これはもうまさにそのままですけど、入管の甘さ、これは、まあ、かつてキム・ジョンナム一家ですね、これが偽造パスポートの入国を見抜けずに東京ディズニーランドで、遊んでいたというような話がですね、もう10年以上前にありました。今度はカルロス・ゴーンが関空からプライベートジェット機による脱出も防げなかったと。ゴーンはレバノンに逃れたが、隠れ家があらかじめ用意されていたということですから、まあ、かなり用意周到にですね、もう日本を脱出するっていうのはですね、着々と進んでいたんではないかと思います。まあ、そういった、まあ、情報を見抜けなかったというのももちろんなんですけども、弁護士とかがですね、テレビに出て、驚きしかないとかいうようなことを言ってますけども、それを見抜けないというですね、まあ、頭の悪さをですね、反省したらいいんじゃないかと思うんですが、まあ、日本の、まあ、入国管理の甘さっていうのは、まあ、かなり指摘されていますし、宮崎先生だけじゃなくていろんな人がもうすでに指摘してるんですけども、日本はですね、もう入ってくるのは簡単だということになって、おります。なんせ日本を受け入れている状況ですから。それで今度のですね、このカルロス・ゴーン氏のこの脱出劇というのは世界中にですね、まあ、出ていくのも簡単だと。あれだけのですね、犯罪を犯しておきながらですね、堂々と平気で逃げていってるんですよというようなサインを出したも同然かなと思います。で、まあ日本はなんだかんだ言ってですね、かなり経済的にも豊かですし、社会インフラも大変揃っていますので、やはり、外国からなんとか逃れてきた犯罪者からしてみればですね、非常に居心地はいいよという、まあ、入るのも簡単、出ていくこともできる。で居心地は良いですよというのが今の日本、まあ、外から見たですね、日本というところになっているんではないかと思います。日本に住んでいる私たちからすれば、日本は全然住みやすいところではないんじゃないかと思います。特に海外の人はですね、やっぱり日本の独自の文化とかもありますし、やはり日本の閉鎖性っていうのはどうしてもあるかと思うんですけども、それでもですね、中国国内でもう食うこともできずに餓死するよりも起死回生の一攫千金を当ててやろうと犯罪に走る人たちからすればですね、日本は天国のようなところになっていると。でそれにですね、呼応するように今の日本の政策は、舵を切っているという点もありますので、それを考えればですね、平気な面した犯罪者がですね、跋扈する日本が来るのも、遠くない未来あるんじゃないかと、そういった危惧をしてしまうところではあります。それがですね、今回、このカルロス・ゴーンの脱出劇というのは、いつでも逃げれるサインとしてですね、世界中に情報を散らばらしているような、そういった始末になっているのかなというふうにも思いましたので、この事件というのも非常に、今起きているですね、日本の海外の入管の問題というのをかなり弱点をですね、あらわにしていることになるのかなと思います。それに伴ってですね、今のマレーシアで起きているようなことがですね、さらに日本でも加速してくるんじゃないかというふうに予測しているというようなところがあります。はい、ということで、一応今回3つのテーマ見てまいりましたが、今回はマレーシアの件でしたけども、前回前々回はフィリピンあるいは、ネパールで、中国人の犯罪者が増えてますよということでしたが、日本でも例外ではないということをですね、皆さんにはぜひ、理解していただけたらなと思います。はい、ということで、一応動画の内容については、大方以上なんですが、ちょっと皆さんに一つだけ紹介させてあげたいんですけども、ちょっと前にですね、先週にですね、Google の AdSense っていうところから一応、手紙が来まして、で、一応中身を見たらですね、広告料を支払うためのログインのですね、コードが届いたという形になっています。6桁の数字を手紙にするような形で届きました。だからこれを入力して、で、Google の AdSense にログインしてくださいっていう手紙です。でですね、これを紹介したのはですね、from マレーシアなんですね。だから、マレーシアのこういうコンピューター管理、Google の管理の人が私に直接手紙を送ってきて、そういったやり取りをしているということがありました。ちょっと今回たまたまマレーシアだったんで、ちょっとご紹介させてあげましたけども、中にはですね、こうした形で、Google で働いている人が私にメールを送ってきてるんですけども、今回のようなですね、元旦の日にですね、87名もの犯罪者が逮捕されるということですから、まさにですね、もう住宅街で、もう本当玉石混交の、世界が展開してるんじゃないかなと思いました。もう犯罪者の人たちは普通の一般人の顔をして、普通にコンピューター関係の仕事と称してですね、犯罪をしてるんじゃないかと。でまさかこれが犯罪の一つではなかろうとは思うんですけども、おそらく真面目な人もですね、こうして働いているということなのかなと思いました。なので、私たちの、地域、日本ですね、日本、そして私たちが住む地域にもですね、そういった、犯罪者が平気な顔をしてうろうろして回ってるんじゃないかということをですね、少なからず警戒しなければいけないと思います。そしてこのままではですね、日本大変なことになるというのはですね、まさに明日は我が身という状況で、もっと言えば、日本で逮捕者が出ないのはなぜかと言えるのかなとも思います。前回、前々回でも差し上げましたが、外国人労働者犯罪、スペース犯罪で検索していただければかなりの多くの事件がすでに起きていますし、もちろん事件になっていなくて、それが見逃されているっていうのもあるんじゃないかと思いますので、私たちとしてはですね、そういった前もった心の準備というのは少なからずしておく必要があるのかなと思っております。そのためにですね、ぜひ皆さんにこういった現状を知っていただくことが、まずは一番最初にできることかなと思いますので、ぜひ、こういった情報には、アンテナを立てておいてほしいかなと思います。それが自分たちの身を守ることになるのかなと思っておりますので、その点ぜひよろしくお願い申し上げます。はい、ということで以上となります。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。